2015年12月14日、韓国ニュース園によると、韓国のテレビ局 SBS で放送されているバラエティ番組、ランニングマンが、日本のバラエティ番組の内容を盗用した事実を認め謝罪した。ランニングマンは、7人の固定メンバーとゲストが、様々なミッションをこなすゲーム型バラエティ番組。6日の放送で登場したゲームが、日本のテレビ番組で行われているゲームと酷似しているとの指摘を受けていた。同番組の演出を担当するプロデューサーは、14日、理由を問わず、番組の責任者として、今回の騒動に心から謝罪するとのコメントを発表した。その上で、今後は、再発防止に向け、制作過程を改善し、同じことが起きないよう、最善を尽くすとの考えを明らかにした。これについて、韓国のネットユーザーは、様々なコメントを寄せている。恥ずかしい。この番組もそろそろ限界かな。中国で人気があるからと調子に乗っていたのだろう。しっかり反省してほしい。騒動に対してではなく、盗用したことに対して謝罪してほしい。おそらく、ほとんどのバラエティが真似てる。テレビ番組、歌、さらに番組内で使われる BGM まで、ほとんど日本のパクリ。海外の番組も簡単に見られる時代なのに、バレないと思ったのか？盗用したことよりも、その浅はかな考えの方が問題。日本のバラエティやドラマは、韓国よりも先を行っているということが如実に分かった。韓国が日本の番組をパクり、それを中国がパクる。3カ国の関係は本当に面白い。真似するとしても、バレない程度にしなきゃ。それでも堂々と認めて謝罪するところは気に入った。番組の今後に期待する。